ティーム選手ですからちょっと殴りやすいと思うので。あいやでも文章上だと逆転するそうでもリリムさんは本当文章お強いイメージがあるの で、まあですからね、そうです、はい、期待ができますね。いい勝負になると思います。それでは勝負始めていきたいと思います、はい、お二人の勝負スタートです。さあこれどちらから行くのか。おーいいね、スポーツマンシップ早速来ましたね。あーでも入力続けますね。おちょっとこれはこれはあーなるほ ど, るほど、季節なるほど確かに、うん、そうめんが輝く時期ですからね。ちょっとサイトの年齢層低くなりましたこれ。あ、そうですね、ちょっと年齢層に、なんか雑談 CGI チャット、雑談チャットちょっと喋ろ感出てきましたね。LINE チャットかもしれません。いいですね、うん、あいいですね。やっぱ感情で殴るの難しいですけど、ここでリリムさんの、はい、これリリムさんだからこそ使える感じありますよね、うん、そうです、ね、今お、うん、これ大丈夫ですか、ラリーになってますかね。2人とも壁に向かって喋ってませんか。壁ですね。これはまた、いやこれがまたチャット、そうですね、はい、どこでぶつかり合うかわからない。リリムが下げに来ましたよ。お試合を仕掛けてくる。おっとここで会話に持ち込んできました。あくまででも喧嘩じゃないですねまだね。そうですね、うん。このガキ殴り飛ばしたいですね。いやムカつきますね。書いたこと全部無視して必死感出してきた相手、相手が必死ですみたいな。おっとっとっと、いやこれはバトルになってきましたね。いやこれは強 い, い, い、ね、これは強い。確実にチャットですね。ぶつかりました、ね、いいぞ。大丈夫かこれは。インターネットとインターネットがぶつかり合ってますし、ペースがいいですね。実にインターネットらしいですね。この返し素晴らしいですね。おっとすごい、これ小学生のたまり場。そうですね、そうですね、一気に対象年齢が下がった感じですが。じゃあそこがでもまた美しいですよね。だいぶ故障でしたからね、うん、ここにしか行くじゃない、超高にしはどう返すのか。でもただ入力中にはなっているので、うん、まあ、やっぱりここ分かったって受け入れるとね、あの、うん、相手がここで怒ったりとかするとそれさらにいじくり回せるんですよ、ね、うん、おっとおっと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 長いです。暑い時期に限らず美味しいですけど、あくまでもちょっと読みづらいですね。自分で言ってみて。そうですね、そうですね。あー長年いつでも食える。2人が入力中です。そう、殴り合いです、うん、いや残り1分ですけどかなり進んでますよね。スピードが速い。そうですね、スピード速い、うん、テンポ感がいいですね。中身は全くないですね。ここでマジ返し、うん、いいですね。格式だからね。なんか覚えたての言葉使ってる小学生みたいで、ね、いいですね。微笑ましいですね。今のところちょっと当点が出てきてないですね、うん、もしかしてこの勝負では。20秒ですがドローしていくのか、両者入力中が多い。さあちょっとここで、ああ小バカにするセリフいいですよ。おっとおっと、なるほどなるほど。文章量は強さと比例しますからね。そうですね、あくまで下向きに文章に向き合う姿勢がいいですね。はい終了です。おっとおっと終了しました。クソガキ。かなり面白い展開でしたが、点数の方みたいな。いやこれは難しい。これは難しい。難しい。マジですか。いやお互いにこれは強い。そうですね、いやすごい争いでしたね。こうなんていうか、こう皆さんもおっしゃってましたが、少しチャットの雰囲気が今までと変わってくる中で、お互いがお互いそのフィールドに行って戦っているなっていう感じがして、とてもぶつかり合いって感じが良かったんじゃないかなと思います。